ゆめちとかなでです。今回はゆめかなです。ゆめかな、はい、はい、あのね、私最近復帰させてもらってさ、うん、ネットニュースに上がるようになったの、記事が、うん、ゆめち復帰おめでとうみたいな。そうね、その中で、うん、コメントにね、うん、痩せたとか、垢抜けたとか、うん、綺麗になったとか、綺麗になったみたいな、うん、あるんですけども、うん、実は、うん、整形しました。はい、整形、実は整形してました。実は整形してた、はい、マックスの体重よりは本当に痩せたんですけど、ね、本当に痩せたよね。本当に痩せたんですけども、うん、それ以前に、うん、大幅な顔のアップデートをしました。大幅、はい、整形はね、私もしてますから。そうなんですよ、はい、先輩、先輩、整形先輩、二重にしましたから、整形、うん、どこをしたの？私はね、うん、見てわかるかな、うん、鼻鼻です。鼻、鼻をちょっと高くしたのと、うん、あととフェイスライン、フェイスラインの脂肪吸引と、うん、糸リフト。あ、3つ。そうですね、大きく言ったら3つですかね。大きく言ったら唇の、ね、色をちょっと濃くしたっていうのも報告したけど、はい、全然隠してるわけとかじゃなくて、うん、言い伝え忘れてたなっていう、私がただ言いたいなっていうのが、鼻の整形と脂肪吸引と糸リフトです。その1年以上ダウンタイムだったってこと？いや、そういうわけじゃないのよ。あの整形で休んだんだって思われるのはちょっと違うので、お休みの間にアップデートもしたこともあるんですけど、うんうん、自分の自信をつけるために、うんうんうん、まあ、一つの手段として整形して、うん、毎日鏡見て、あ、かわいい、今日も最高っていう、あのテンションを上げるのやつだったんです。だから、これから会う人みんな整形してると思って整形してください。全然いじってほしいです。むしろ顔もいじったけど、顔いじってほしい。そうそう、うまいこと言って。確かにすごいさ、綺麗だよね、鼻ね。はい、ゆめちの鼻だよ。ゆめちの鼻、正面、正面、そうなの、うん、うわ、綺麗。綺麗。何をしたの？うん、鼻中隔延長っていう、うん、鼻先を高くする手術なんだけど、うん、耳の裏の軟骨をビリって取って、うん、それをパチンって挟んで、なんだろう、柱みたいにして、うん、鼻をベリーめくって鼻と鼻の、うん、穴の間にパチッってこう入れて、ちょっと鼻をチュッて高くするっていう。今イメッチの鼻には耳の裏があるってこと？はい、私今だから耳であり鼻である。触る？鼻先触ってほしいんだけど。いい、骨だから。え、触って。あ、確かに硬い。硬いね、骨っていう。だから鼻フックできません。罰ゲームの鼻フックできません。鼻フック NG。 鼻フック NG です。もししたらどうなんだろうね。ポリン。もう綺麗な笑いだらけ。輪郭は？はい、輪郭はね、うん、もともと面長で、うん、なんか太ってもあんまり顔につかないタイプだったんですけど、うん、ちょっと興味本位で小顔になりたくて、うん、まあ、脂肪吸引、顎下の脂肪吸引と、うん、普通だったら、うん、結構固定バンドっていうバンドをつけて、うん、2週間ぐらいかつけて過ごさなきゃいけないんですけど、うんうんうん、そのバンドの代わりに糸リフトでこうキュッて引き上げて、うん、ダウンタイムも腫れることもなく、うん、自然と癒着していくっていう。まず脂肪吸引をして、そう、そのバンド代わりに糸リフトをしたってことか。そうそう、仕上げに糸リフト。鼻も脂肪吸引も全身麻酔、静脈でもう、うん、はいはい、溝田さん10秒数えますって言った時にもう寝てて、うん、起きたら、うん、もう終わってて、うん、だから痛み全く私はなかった。終わった後に痛んでくるとかはあるの？確かに全身麻酔が切れた時、当日は体が熱っぽかったりとか、うん、鼻とかは息がしづらかったりとか、詰め物されてるからさ、うん、固定するためにちょっと苦しい、寝苦しいはあるけど、うんうん、痛みっていう痛みは私ほぼなくて、ロキソニンとか痛み止めもほぼ使わずに、うん、今の技術マジですごいと思う、うん、結構でも痛み個人差あるから、痛みももちろんあるし、お金もそれかかるからすごい大変なことなんですけども、うんうん、本当やってよかったなっていう、うん、元の顔一回見せますね、うん、私がまだ何もしてなかった頃のお顔を
します。はい、こちらです。表情が何なの？なんか切ない切ない顔、表情がね。で、フェイスライン整えた直後ですね、はい、ランタイム中、はいはいはい、こういうメッチ、はい、こちらです。なんで裸なの？ごめんなさい、ちょっとこれを見せるつもりなかったんであれなんですけど、家で裸なもんですから。その時はだってさ、うん、休むの前じゃない？これ、そうですね、頬を2回やってるんですよね。そうです。脂肪吸引と糸リフトやって、はい、2回目も脂肪吸引と糸リフト同じことやっちゃった。あ、賭けにね。そうなんですよ。でもあんまり同じ部位に脂肪吸引って何回もするもんじゃないらしくて、うん、私はなんかちょっと1回やってみて、うん、もう一回なんかやってみようってなっちゃったから。その2回目の後の写真はあるの？こうなりました。やっぱ表情なんだよね、この。やっぱ1回目の時より2回目の方が、うんうん、だいぶね、だいぶ。で、今多分それが自然になって、うん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 、今こんなに細くはないと思うんですけど、うんうんうん、鼻をやった時のやつですね、うん、はい。あ、でも輪郭よりはやっぱもう腫れてるね。そうなの、耳もむくんでるし、うん、もう目とかも若干むくんで、鼻周りがちょっとパーンってなってる状態ですね。これ次の日ですね。あ、どのぐらいあったの、その期間的にはダウンタイムは。ね、お鼻の骨の手術をするときは、うん、完成にはもう1年です、うん、あ、1年かかるんですけど、うん、私の場合は結構ダウンタイムがスムーズに終わって、うん、マジで3ヶ月ぐらいで今の鼻ぐらいに落ち着いて、うん、落ち着く前がちなみにこれだよ。これこれ、髪型が気になるんだけどね。さっきの写真からここまでは、はい、どのぐらいなんだっけ。これ5日間じゃないかな。すごくない？抜歯した日なんですよ。ビブスか、うん、この固定しなきゃいけないから一旦ね、うん、それを取ったのが多分5日目なんだけど、5日目ですね。でも内出血もないし、うん、だいぶ今のだいぶラッキーかもしれない。整形ラッキーウーマンかもしれない。整形ラッキーウーマン、整形ラッキーウーマンかもしれない。すごいね。そうなんですよ。かなでちゃんはさ、うん、二重にしてるじゃない。はいはいはい。どのぐらいのダウンタイムだった？私は二重の埋没法、糸でこう3点止めてるんですよね。3点止めってやつだ、うん、そうそう、うん、1年以上前にやってすぐ SNS とか番組とかで報告したんだけど、うん、5日間お休みをもらったのね、はいはいはい、6日目の仕事の時にはもうメイクしたんだけど、うん、腫れも引いて早っ。内出血だけ思ってたんだけど、うんうん、もうそれもさ、メイクでさ隠せるというか、うんうん、2週間ぐらいでも完全に定着してた。そう、そうなんだ。そう、痛みとかは麻酔やるじゃん、はい、それが痛いって言われてるんだけど、はい、注射でこう、はいはいはい、その前に正気麻酔って言って、ぼーっとするやつを、酔っ払うみたいなやつ、ね、そうそうそう、これの痛く感じなかったというか、まあ、ちょっとチクッとはしたんだけど、うんうん、でもその麻酔さえ終われば、もう何の感覚もないから、へ、正気麻酔かけるその痛み麻酔みたいなのがあったから、うんうん、感覚はなかった。ただね、うん、私のまぶたがすごい熱くて、はいはい、例えばさ、うん、レンズの正直とかに分厚い布ってさ、デニムとか、そうそうそう、うんうんうん、ただデニム、まぶたデニム、厚手のデニム、うわ、針通しにくいね。そう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 、はい、先生もやっぱ苦戦されてて、うん、でやっぱ引っ張られてる感覚はあるの、ね、よ。でもそれだけで痛さはほとんどなかったね。メイクの幅すごい広がったし、合口の時間もなくなったし、もう本当にやってよかった。マジで味方だよね、整形。あの、またするかもしれないですけど、でもめっちゃ満足してよかった。あ、マジでありがとうございます。よかったね、本当に。そうだね。言えて。いや、本当にちょっとスッキリしてるし、うん、3人中2人整形してる女トリオ多分いないと思うから。いないよ。こんな整形トークを。やってる相方いないでしょ。あとはまあマキ。マキ。マキは多分やらないです。やらないから。はい。はい、この二人でね、整形チェンジで。整形チェンジで。はい。ありがとうございました。